みーちゃん行ってくんで。あんたごっついなぁ。ちょ、みーさん行ってきます。わぁ、ただ一人消えればいい、あの忘れるさ。おっす、なにわの姫ロックです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日は2月の22日ということで、まあ土曜日ということもあって、パーラーはもしかしたら通常営業かもしれない、ちょっと危険な紙一重の日なんですけれども、一応イベントのお店に、まあ、イベントっていうか、まあね、はい、来てますね。なんとも言わんような状態ですけれども、まあまあ人数もまあぼちぼち、車も来てますし、抽選勝負になるでしょう。今日も頑張っていきたいと思います。はい、ねえ、なかなか今月ね、あと4万ぐらいなんですけども、まあ2000枚、今日もまあ2500枚出たら、スッと引こうかなと、そんな風にまあ思っております。はい、というわけで最後までご覧くださいませ。この前のドキュメント見てくれた？また見てね。いやっす、よろしくお願いします。行くぞ。バジリスクチャンス確定。これは見事。バジリスクチャンス。左だ。もう一度。待て。
じゃん。ケビスケさん、
チャンス。お疲れ様です。パワー！
あーバジリスク絆2まだ1回しか売ってないからなんとも余裕はんすけどね。でもまあ出玉がなさすぎてね、ちょっと大変な台ですねあれは、うん、まあかと思いきや左隣の人もう絶対もうまあ明らかに低設定だろうなと思われる台お座り一発で一撃で20何連してエンディング画面、まあそんなこともあるんがやっぱ運なんでしょうね。運だけほんまにもうおすすめはできないかなって自分のね個人的な見解ですけど、ちょっと難しいですねあれはね。どうやろう、だって1回の AT で70枚ぐらいですよ出玉がね、平均5連とかしてくれるんやったらええけど、あんなもん単発や2連なんかで終わられたら花火のレギュラーの方が全然出るしね。ちょっと難しいわ。スロットどうなるんでしょうね。恐ろしい。うん、そんなにね吸い込みもめちゃくちゃ穏やかかっちったらどうか分かれへんし、そんな甘い台やったら店が儲かれへんから置けへんやろうしね。まあバジリスク絆2はちょっとアニメは好きですけどね、はい、というわけでもう今日はこの辺で終わりたいと思います。ほんとねスロットね難しいね、茶番やね。はい、というわけでお疲れ様でした。さよなら。ありがとうございました。